この前のバトルで森田先輩に勝ったことにより、またサイドゼロの、それにあまり表立ってではありませんが、少しずつ賛同してくれ。やっぱりみんな今のままじゃいけないって分かった。だからそういう人たちのためにも私たちは負けられない。はい、私も気を引き締めていきたいと思います。マリカ、さっきからずっと携帯を見てるけど、そんなにチャットが忙しいの？すみません、その…そうだよね、学校の課題は課題できちんと…それじゃ、ちょっと用事あるのですぐ戻りますから。うん。結局、昨日マリカちゃん戻ってこなかったね。私には少し様子がおかしかったように見えました。何かない？こんにちは。私は元気だけど、マリカちゃんは？私はその元気。そういう割には目の下にクマができているよ。目がちょっと腫れてるようにも見えるよ。怪しい。怪しいわね。なんですか？これは勉強のしすぎで、私ちょっと今日も用があるので。あ、ちょっと待って。これは問題ですね。そうね、きっと。ユイ先輩、心当たりは？ええ、とりあえず任せてください。彼女が挙動不審だったので携帯。あ、いおりちゃん時々すごいよね。どうやら彼女はこの中のようです。ここは第02ガンプラ部。静かに、足音を立てないように。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。それなら私たちのチームに入ってはどうかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモス。それじゃあまさかあなたが。え、ユイ先輩、何を言ってるんですか？え、だっていつもチャットしてて夜眠れなくなるぐらいで、泣き晴らした目をしてたりって。ユイ先輩、少し黙っててください。今し、はい、私は彼女に命じてチームのガンプラを作らせていた。バトルの腕は最低クラス。もちろん無理やり脅してどうこうではない。あのカビ臭い第08物質、あそこを取り潰さない代わりに。そんなの断れるわけないじゃない。脅迫。マリカ、こっちへ。でもおやおや、彼女は君たちを裏切って、おかげで私は君たちのガンプラの弱点も把握している。私も信じるよ。え、私たちはマリカちゃんのガンプラを。先輩、おかえり、マリカちゃん。でも私。きっと大事。それにもしウィークポイントがある。ユイ先輩、それより今はあの成金男を。いいだろう、投資した資金の差こそがそのまま戦力の決定的な。第02ガンプラ部物質の前を通りかかった私、シャクの。これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、そんな注目の一戦。ゴールデンコスモス、榊シモン出る。私だって戦います。私のガンプラを見せてください。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。クエスト開始ね。頑張りましょう。薄汚いガンプラめ、出撃する。
けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。プレイヤー1撃破されました。プレイヤー4撃破されました。プレイヤー6撃破されました。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。このクエスト君ならどう攻略する？このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やった、クエストが入りましたね。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト開始だ。私の華麗なるプレイ、その目に焼き付けるがいい。プレイヤー6撃破されました。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。さあかかってこい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。なんだと。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。私にかかればこの程度のクエストなんて赤子の手をひねるようなもので。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。そこよ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。クエストが、ごめんなさい、次はもっと急ぎます。安っぽいパーツの寄せ集めが全て破壊してやろう。プレイヤー2撃破されました。使ってみた。
ました。チープなガンプラに私のリッチなガンプラが破れるわけが、何百倍もの金がかかっているというのに。ガンプラを作るのにそんなにお金って。何？もちろんある程度あった方がいいよ。でもあなたはそのお金をかけた工具に触ってすらいない。誰かに作ってもらったガンプラで戦う、それ自体は否定しない。作ってくれた人以上に愛せなきゃ性能。桜井君。はい。
すまなかった。え、彼女の言う通りだ。私は金に明かせて美しくない。サイドゼロの諸君、もちろん。その時はマリカちゃんが最強。わ、わた、だってマリカちゃんも立派なガンプラビルダーじゃ。